私はグエン・ティ・アン、ベトナム刑務所の死刑囚だ。独房の中、いつ訪れるともわからない死に怯えながら過ごしている。私は貧しさから麻薬売買の仕事に手を染め逮捕された。来いこの貴様。お願い許して。取り調べではひどい扱いを受けた。ほらほら、俺の脱ぎたて靴下食べさせちゃうよ。拷問のような日々に耐えきれずに全ての罪を認めたのだった。そして被告を死刑に処す。そんな刑が重すぎる。ベトナムは世界有数の死刑執行国、私もその対象となってしまったのだった。刑務所の暮らしも最悪だ。まず黙れ貴様、飯抜きにするぞ。人権なんかあってないようなもの。汚い、臭い、過酷な環境に辟易する。食料も自給自足を強いられる。そのため日中は農作業に追われている。きつい、腰にくるわこれ。こいつら私を散々こき使っておきながら、いつかこの看守どもの寝首をかいてやる。私は密かにそう誓っていた。ああ、手に豆が。大丈夫ですか？え？そんな時優しく声をかけてくれる男と出会った。ひどい環境の中だけど気のいい男もいるものだ。お礼やりますよ。ありがとう。私は彼のことを気に入った。ベトナム人は同じ名字を持つ人が多い。私はグエン・ティ・アンよ。俺もグエンですよ。グエン・トゥ・アン・タオ。偶然にも名字が一致して、私たちは顔を見ると言葉を交わすようになった。彼と話ができるのは農作業中のほんのわずかな時間。タオ。やあ、アン。彼もまんざらではないようだった。聞けば彼は貧しい農村出身らしい。そう、お母さんが。そうなんです。それで金に困ってつい盗みを。母の薬代の足しにしようと盗みを働いたようだ。本当は根っからの善人に思えた。麻薬売買で多くの人間を欺いてきた私とは大違いだ。これ僕が持つよ。ありがとう、助かるわ。しかし善人の方が扱いやすい。私はこの男を利用して死刑を免れる計画を思いついた。計画を実行に移すには下調べが必要だ。注射器はどこで手に入るかしら。私は慎重に刑務所内を探っていった。女性棟は男性と間違いが起きないように厳格に隔離されている。ここから先に入るには。おい、あいつを医務室に連れて行け。すると一人の女囚人が高熱で倒れ、医務室へと担ぎ出されていた。その時私はひらめいた。そうだわ、医務室に入れば注射器が手に入る。おかえり、待ってたわ。はあ。そして医務室から戻ってきた女囚人に医務室の構造などを聞き出した。食事の時にバレないように醤油を一気飲みし、狙い通り高熱で倒れた私は医務室に担ぎ込まれ、注射器を手に入れた。そして私は最後に必要なものを手に入れるためにタオに話しかけた。私、実は死刑執行の日が決まったの。え？もちろんデタラメだ。死刑になる日が前もって知らされることなんてない。同情を誘い、この後の頼み事を受け入れやすくするためだ。そんな。ねえ、あなた私を助けてくれる？一つだけ助かる方法があるの。狙い通り、彼は明らかにうろたえていた。そして私は計画を打ち明けたのだ。バカな、バレたらどうなるか。そうするしかないの。私が助かる道はあなたさえ協力してくれれば。しかしここまで来ればあと一押し。私は彼に成功報酬を提示することにした。金なら麻薬売買で稼いだ分がたんまりある。あなたのお母さんが3年は生活に困らない報酬を支払うわ。そんなに。そして高い報酬とお母さんを思う気持ちにつられて、彼は取引に応じたのだった。最後に必要なもの、それは彼の遺伝子だ。きた、これだ、これさえあれば。私は彼の遺伝子を手にすぐさまトイレへ駆け込んだ。トイレでは監視の目はない。用意していた注射器で生温かい液体を一滴残らず注入した。それから3ヶ月後。どうせバカな、どういうことだ、なぜそんなことが。私は妊娠した。これが私の計画だったのだ。ベトナムの刑法では妊婦の女性に対しての死刑は禁止されている。もちろん妊娠するかどうかは天に祈るしかなかった。グエン・ティ・アン、お前は終身刑に減刑だ。神様、ありがとう。この時ばかりは子を授かった行幸を心から天に感謝した。そして半年後、無事に男の子を出産。あなたのおかげで生きてられるんだ、ありがとね。すぐに離れ離れにされたが、私は生まれて初めて命の尊さを実感した。事件当時、私の担当だった監視4名には職務怠慢で処分が下された。貴様ら、この刑務所の面よこせが。申し訳ありません。いい、君、監視たちに仕返しもできたし、一石二鳥とはまさにこのことだ。
でも死刑の恐怖がなくなったものの、子供にも会うことはできない。この刑務所でただ死が訪れるのを待つだけの人生に変わりはない。